いけませんぞ。また黙って飛び出していかれましたな。けれどオズワルドが無事で何よりじゃった。オズワルド様は大丈夫、落ち着かれました。よかった。ご主人様がご無事でよろしゅうございましたね。いらっしゃいませ。ご注文はどうなさいますか？かしこまりました。ありがとうございました。どうじゃね、オズワルドは。今はゆっくりお休みになっておられます。そうか。一つお尋ねしてもよろしいでしょうか？ん？オズワルド様が死の国の女王と何か関係があるように言う者がいます。それは、うん、育ての親に売られたのさ。魔剣をより強くするために。オズワルド様、まだ起きられてはなりません。願い通り、黒い剣士は呪われた力を得た。交わされた契約の対価を得ようと死神どもはそこいらに潜んでいる。俺の力のついえる時を狙いながらな。ああ、なんという。魔剣がある限り、死神は恐れて俺を連れ去ることはできない。しかし力は自身をも呪いで追い詰めるんだ。危ないところだった。礼を言う。だが炎の国へどうして？グエンドリン、
オニキスと何を話した？あなたの追いつけを守らず飛び出してしまったことはお詫びします。でも私はただあなたが心配でじっと待ってはいられなくて。君が俺を。私、あの、王女様。お前はお父様の部隊の？お伝えいたします。ラグナネイブルは新女王を率いる妖精軍に大敗しコルドロの地を奪われました。まさかそんな。王はご無事ですか？王団員様はマダンを身に受け王城には戻られたものの傷は深く剣を取ることもかなわぬ状態です。このままでは敵は勢いに乗じて首都に攻め込んでまいりましょう。王女様より献上された指輪も奪われてしまいました。そうか、俺が送った指輪を君は。全ては魔王の目論見通り、俺はとんだ道化だったということか。待って、私は本当に。王女様、今は王国にお戻りになり王団員様にお力添えを。お父様のもとへ戻れませんけれど、王の娘としての責任を果たすために戦いましょう。そう王にお伝えしてください。一人で敵地に乗り込もうというの？死にに行くようなもの。指輪を取り戻せば戦況は変わるわ。父のために、彼のために。あの人を失うのがこんなにも恐ろしいなんて。失いたくない。Hey!
Ah!
Thank you.
Hey!
すごい森に迷い込んじゃったよ。ここが話に聞いた妖精の森か。モーリーの出張レストランでございます。今回はお客様がいてくれて安心しました。ベルが風に吹かれて鳴ることが多くて。おお、新しいレシピですね。メニューに追加させていただきます。さあ、ご注文はいかがなさいますか。困りました。またのご用命お待ちしております。おい、お任せあれ。他にご注文。はい、お任せあれ。以上でよろしいですか。またのご用命お待ちしております。
Thank you.
Thank you.
キューレが単身で乗り込んでくるとは。オーダインの魔女、何の用か聞こう。女王陛下、初めてお目にかかります。私はオーダインの娘、グエンドリンと申す者。今は祖国を追われた身なれど、ゆえあってこうして陛下の前。私が申し上げたいのはただ一つ、ティトレルの指輪。それはある方からいただいたかけがえのないもの。指輪を返してはいただけませんか。乗り込んできて要求とはずうずうしい。我々がコルドロンを操る指輪を言いなりに手放すとでも思うたか。指輪を渡すわけにはいきません。これは魔王を倒して得た宝。正当な持ち主は私です。引き下がらぬと言うなら、この魔石の弓でお前を撃たねばなりません。
Hey!
オズワルドよ、どこへ行ったんじゃ。起きてはならんと言うておるに。あ、ブロムさん、こんなところにおったか。愛してくれない人を思うのはつらい。だが愛してもいないものにとらわれる君はもっとつらいに違いない。グエンドリン、この胸の内にあった希望という名の淡い光はもはや闇にかき消えた。あれは何じゃ。死の使い、オズワルド。どうした、オズワルド。剣はそこだ。取らねば私の川の餌食だぞ。もう抗う希望も力もない。お前は絶望という名の抜け殻だ。さあ来るがいい。永遠に我らが女王のものとなれ。オズワルド様。ああ、グエンドリン様、よくぞご無事で。オズワルド様はどちらに。グエンドリン様、落ち着いてお聞きください。実は